旅が楽しくなる日本百名城。日本百名城をご紹介していきます。お城番号18、八潟城。八潟城は埼玉県大里郡寄居町大字八潟にある戦国時代の連郭式平山城です。戦国時代の代表的な城郭跡として昭和7年に国指定史跡となりました。城の中心部は荒川と深沢川に挟まれた断崖絶壁の上に築かれていて、天然の要害をなしています。この地は交通の要所にあたり、上州や信州方面を望む重要な地点でした。八潟城は文明8年、関東官僚であった山の内上杉氏の家臣長尾景春が築城したと伝えられています。後にこの地域の豪族藤田康国に入婿した小田原の北条氏康の四男氏国が整備拡充し、現在の大きさとなりました。関東地方において有数の規模を誇る八潟城は、北関東支配の拠点として、さらに甲斐、信濃からの侵攻への備えとして重要な役割を担いました。天正18年の豊臣秀吉による小田原攻めの際には、御北条氏の重要な市場として、前田利家、上杉景勝の北国軍に包囲され、攻防戦を展開しました。1ヶ月余りに及ぶ籠城の後に、北条氏国は6月14日に怒り、城兵の除名を条件に開城しました。開城後は、徳川氏の関東入国に伴い、家康配下の成瀬正和、日下部貞吉が代官となり、この地を統治しました。八潟城跡では堀や土塁がよく残り、堀や土塁によって区切られた本廓や二の廓などの空間が現在でも確認することができます。なお、二の廓、三の廓、笹廓は平成9年度から13年度にかけて発掘調査が行われ、その成果をもとに馬出しや堀、土塁の復元整備が進められました。特に三の廓では戦国時代の築城技術を今に伝える石積み土塁や四脚門、池などが復元されています。なお八潟城歴史館は外廓の一角に建てられています。また園内の遊歩道は深沢川が織りなす渓谷や片栗群生地、寄居町指定天然記念物江戸彼岸のもとを巡り、四季折々の景観が楽しめる公園となっています。地形上西以外は堅固でしたが、西側が陸地で開けており弱点となっていました。そのため本廓から西側に何重も堀切りを作り、二の廓、三の廓などいくつもの廓を築き防衛としました。さらに外周部では寺院を密集させています。大手の位置は改修により移動していますが、最終的には現在の諏訪神社の南側にあったと推測されています。外城では小さな河川を水郷として利用、深沢川の南側には拡張した外廓があり、下級武士の武家屋敷としました。そのさらに南は城下町を形成、小規模ではありましたが、ここに初期的な城下町が形成されていたようで、八潟城周辺では殿原小道、鍛冶屋小道といった小道名が伝わっています。昭和7年に国指定史跡となり、指定面積は24万平方メートル、標高は三の廓が最高点で122メートルとなっています。埼玉北西部にある秩父長瀞エリア、とても魅力あふれる地域ですのでご紹介をさせていただきます。秩父長瀞には御嶽山、雲取山、羊山公園などの観光スポット、秩父夜祭り、秩父川瀬祭り、長瀞船玉祭りなどの観光イベント、ボタン鍋、秩父そば、十万石まんじゅうなどのご当地グルメがあります。秩父山地に囲まれた秩父盆地の中央に市街地が形成されています。盆地となっているため夏は猛暑日が続きますが、湿度が低く熱帯夜は少ない気候です。長瀞も秩父盆地にあり、長瀞渓谷に沿って鉄道や道路が走っています。また長瀞は長瀞渓谷など多くの観光地があることで知られています。秩父は蕎麦の名産地で20軒もの蕎麦屋が並んでおり、どの蕎麦屋もそれぞれ味に特徴があります。
荒川上流の源流で栽培された秩父のそばはコシが強く香り高いもので誰もが納得の味わいです。秩父のそば湯はビタミン B やルチンが豊富に含まれているので、そばを食べた後はそば湯を味わってください。また秩父はイチゴやリンゴなどのフルーツの栽培も盛んに行われています。イチゴ狩りなどもできるので、採れたてのフルーツを堪能することができます。長瀞にもグルメスポットがあり、鮎料理が代表的なものです。長瀞渓谷の鮎の味は格別です。12月1日から6日に秩父で開催される秩父夜祭りは、京都祇園祭り、飛騨高山祭りとともに日本三大曳山祭りの一つに数えられています。江戸時代から続く伝統のある祭りで、提灯で飾り付けられた勇壮な山車の姿は圧巻です。同時に秩父夜祭り花火大会も行われ、日本では珍しい冬の花火大会として知られています。秩父夜祭りは国指定重要無形民俗文化財となっています。長瀞の観光で外せないものはライン下りです。船頭さんが舵を取る木造の船で荒川を降ります。川の両岸にはユニークな形をした岩石があり、ダイナミックな景色を堪能することができます。岩畳と呼ばれる一枚岩は特別天然記念物に指定されており、見逃せません。秩父石壁という高さ20メートルの断崖絶壁も見どころです。急流ポイントもあるので、スリルを味わうこともできます。その後は大自然の中でバーベキューも楽しむことができます。長瀞のかき氷はとても有名ですが、天然氷の作り方はご存知ですか？長瀞の天然氷は池に沢の水を引き込み、自然の寒さで凍らせ作っています。10月初旬、池の周りの草刈りから始まり、池の清掃や補修をし、霜が降り始める11月下旬頃、沢の水を引き込むそうです。そしてその後も氷ができるまでは、枯葉を取り除いたり雪を取り除いたり、相当の手間がかかるそう。天然氷と冷蔵庫で冷やす普通の氷の違いは、天然氷は食感がふわふわとしており、温度がマイナス4度前後と高く、頭が痛くなりづらいということです。天然氷は山の中で山からの湧き水を溜めて、冬の間にゆっくりと冷凍して作られます。冷凍のスピードはとてもゆっくり。それに対し、家の冷凍庫で水を凍らせる場合はマイナス18度前後の低い温度で急速に冷却します。急に凍るので不純物も一緒に凍ってしまいます。この不純物の違いが、かき氷を食べた時に頭が痛くなってしまう原因を生んでしまうのです。ウイスキーの愛好家には、イチローズモルト、日本を代表するウイスキーですが、希少性が高く都内ではめったに見かけることがありません。そんなイチローズモルトを秩父駅周辺の酒屋などで見かけたり、バーで楽しむことができます。また秩父の楽しみ方として忘れられないのは、アニメ「あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない」や映画「心が叫びたがってるんだ」の舞台を巡る聖地巡礼。秩父や長瀞にはテレビやスクリーンで見たままの作品の世界へ飛び込むことができます。次回はお城番号19、川越城をご紹介します。この動画が気に入っていただけたら、チャンネル登録を忘れずにお願いいたします。旅が楽しくなる知識を発信していきますので、通知をオンにして楽しみにお待ちください。